もあと4分じゃない、5分切ったよ、ちょっともうちょっとね、車中泊とかするのにはキャンプより楽じゃけね、あの行く先々でそのまんま、そうそう、でテントとかも出さんでるじゃん、車の中で全部完結する系、家族でもいけ、家族はちょっと厳しいかな、キャラメルとしては行きたい場所って言ったら YouTube スペースって言ったら、それで飛行機で行ったら、飛行機で行った方が早いけど、飛行機で行ったらなんか面白くないじゃん、でえ、その人の話って、そう、お風呂屋さんだって、あー近いしね、まあね1時間半1時間半ぐらい、なんなら朝行って夜帰るってこともできるよね、やろうと思えば、あれそれしたら結婚式、そうそうそう、でもそれでも大丈夫じゃん、1、2、あー今お隣も明けましておめでとうございますとやってました、明けましておめでとうございます、去年もいろいろありましたけども、今年もいろいろとやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。じゃあ寝ようか。もうこのためだけに起きとったからね。言ってあげて、明けましておめでとう、あー、聞いたと思うのよかった、明けましておめでとうって痛い痛かったね、痛い、今こけたもんね、おはよう、じゃあ晴れかな、晴れヘギヘギ、あ、なんか飲みたいって言うかもね、あ、これ渡しとこう、カラスヘギ、すごい朝だね、ということでですね、2019年明けましておめでとうございます、2018年最後の日は、ライブ配信をさせてもらってですね、いろんな方に見ていただきました、その中でもお話ししたんですけども、2019年は新しく車を買ったりもしようと思っているので、車を素人がいじってですね、車中泊仕様にしたりとかして、日本のいろんなところに旅をしたりっていうこともやってみたいなと思ってます、お互いにですね、いい年になるように頑張りましょう。今日のね、テントは久しぶりに出したんですけど、ケシュアのファミリーテント 4.2?4.1 だったかな、多分 4.2 だったと思うんですけど、ケシュアのファミリーテントを使って一晩過ごしました。色が白いので中のね、ライト、ルームライトを何個か設置してたんですけど、100均の USB の LED ライト1個だけ、これでもう十分明るい感じで過ごすことができました。やっぱり白なんで反射するんでしょうね。それとデイツのランタン、これぐらいがあればもう完璧に不便なことなく過ごせる感じでした。テントの中も暖かいですしね、帰ってきました、
おかえり。あ、ここ危ないよ。おかえり。おかえり。じゃあそっち行ってください。おかえりくん。ポンチくん、おかえりいらっしゃい。わかったよ。したら、ポプリプリ、しっぽプリプリ、しっぽプリプリ、しっぽ。うららくしっぽうららくしっぽうららくー見て、あとでワンパク広がる3時のおやつ飛ぶと3時のおやつうんまだ7時まだうんそんなもん怖いね、もうちょっとしたらもちゃんが起きたらあの、声の方行ってみて怖もうちょっとしたらなんだこれもめめた。ちょっと言わないよそんなこと。しっぽブンブンブン、しっぽブンブンブン、おしっこ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 。じゃあここ座っとって。うららくん、うんち、うんちブリブリ。よし座ってな。うわお調子者じゃんうんちいけいどうしたらちょっと行ってたパパと抱っこしてた。父ちゃんが映ってる。おばちゃん。あと。僕も映ってる。これ遊びた。じゃあスープ飲んだらいいなんで？僕も。あ、それ前にトイレ行ってた。おもれていいの？おもれていいの？持っていいの？だめ。持っていいの？僕も飲む？ではやりますね。僕飲む？飲む。ではおしっこ漏れますね。漏れますか？いい？ではやります。父ちゃん。ではやります。おしっこブリブリしないでよ。わかった。マネせんでだよ。マネせんけ大丈夫。そんなマネしないよ。あ、守れちいい。ほんと。ほんと守れちいい。おしっこではあります。おしっこ行く？おしっこやり、おしっこ。行こうか。いいな。一回もこれ口ついてない。つけてない。洗ってくる。そんな端っこやらんでも。なんかね、さっきね、むちゃ見よったらね、こっちの向こう行ったら、万博広場ってのがあるんだって。万博広場。広場じゃなきゃ遊んだりできる。もぐらじゃない、もぐら。で、僕は教授のとこまで行きたいんで。母ちゃんは母ちゃんが一緒に行くのね。母ちゃんはさっき家にうさぎ？うさぎ何？うさぎ島。うさぎ島。うさぎ島。うさぎ一島。うさぎ島来た。うさぎ島？じゃあ。うさぎ島来たのよ。チョリくん。今日はお正月だったんだれんか。鳥。あ、鳥。すごいねあんた。あ、鳥。あっとりあっとりちょっと落ち着きなさい僕はあっとり落ち着いてちちんかーいかーいちんちんかーいかーいちんちんかーいかーいうらら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 
よし、じゃあ帰りますよ。はーい。オッケー。うん。恐竜は？恐竜また連れてってあげるからね。うん。はい。恐竜どこ行った？恐竜。はい。はい。恐竜は今お家に帰ったけね。また今度来てあげようや。なんで？恐竜なんで？恐竜お正月だけお家に帰ったんだって。なんで？お正月はねみんなで過ごしたいんだって。なんで？僕も母ちゃんとか父ちゃんとかと一緒に過ごすでしょう。恐竜もお父さんとお母さんと過ごしたいって。なんで？寂しいから。なんで？僕寂しいってよく言うよるじゃん。僕ちゃん寂しいわって言うとよ。お父さんとお母さんも赤ちゃんもおるよ。ねえ。そうじゃねえ。赤ちゃん。やだ。赤ちゃんギュッてしたよ。